おはようございます。6月28日月曜日、関東エリアのウェザーニュースアップデートです。昨夜の雨は落ち着きましたが、今にも雨が降り出しそうな曇り空が続いています。では今日の天気はどうなるのか、最新の予報を確認していきましょう。雲が主役の空ですが、昼間は日差しのチャンスもありそうです。ただ午後はにわか雨や雷雨に注意してください。また30度以上のところが多く、真夏のような厳しい蒸し暑さとなりそうです。今日は日差しのチャンスもありますが、出勤時は折りたたみ傘をお持ちください。またこの耐え難い蒸し暑さで、熱中症はもちろんのこと、食中毒やカビの発生にも十分気をつけてくださいね。次回の更新はお昼頃です。それでは。ウェザーニュース。